大丈夫だよ、ゼーレ。どうやら、あの子はもう一度、高等の賢者に関わる空間に干渉したみたい。多分、賢者が思い出を見せてくれた時から、彼女も一緒に入ってきてたんだと思う。重要な場面になるたびに彼女は現れて、私たちに自身の観点を注ぎ込もうとしてるの。あんな風に、自由に意識空間に侵入できる相手。きっと、以前私の前で、ゼーレのふりをした奴と同一人物だと思うわ。式の律者と会ったらどんな反応するか、見てみたいわね。でも、彼女が一体どんな目的を持ってるのか、わからないままだね。この声は、ハイヘビ？まさか、まだ漁師の海にいた時の。近くまで行ってみよう、ゼーレ。なるほど。君はここにいない。異世界から来た影。君の存在を見落としたせいで台無しになったのか。私も驚いてるよ。見知らぬ人、まさか誕生した瞬間にあなたのような個体と出会うなんて。誕生した瞬間。ああ、理解した。なぜ思いつかなかったのだろう。あの女の行動に異種性婚の誕生が伴う可能性があると。いや、そもそも互いが因果となると言った方が正しいだろうか。しかし気になる。私たちは互いに何の恨みも抱いていないはずだが、なぜ私に危害を加えたのだ。あなたは誤解してる。別に特別な理由なんてない。ただ漁師の海の空間が安定していないだけ。私の本能は生き残ること。安定した空間と自身の原点に帰るためには、比較的穏やかな空間と十分なエネルギーが必要なの。だから訳も聞かずに私からエネルギーと空間を奪ったのか。ただ漁師の海で生き残るために。君が手に入れようとしているものは別に私と変わらないだろう。うん、あなたを見習ったから。知ってると思うけど、私たち聖魂生命体は生まれた時に一番の本能に従うの。それは学習すること。私の誕生を促してくれたお姉ちゃんのおかげで生き残りたいという本能が目覚めた。そしてあなたのおかげで略奪の本能も目覚めたんだ。環境から資源を手に入れ、自分の体を構築する。幾千万年もの間、人類はずっとそうしてきたでしょ。そうか、心から感謝するよ。私の話に付き合ってくれて。どう？そこにいる二人のゼーレ、ここまで来てようやく本当の意味で全ての経緯を知ることができたでしょ。私たちのためにこの茶番を用意してくれて心から感謝するわ。あのハイヘビの結末も
自業自得だと思うけど、それでもあいつのようなストレートな悪党より、あなたのようにわけのわからない奴の方が気に食わないわ。ん？私の動機をありのままに見せれば理解してくれると思ってたのに。理解？あなたたちがこの夢から無事に目覚めた時、高等の賢者の権能も完全に二人の方に移る。私たちのどちらにとってもそれは一番いい方法じゃないってずっと思ってる。わかってるよ。高等の賢者の権能を渡すことに反対しているのは、私たちがあの責任の裏にある代価を乗り越えられるって信じてないからだよね。でもさっき話してたように、私たちにはその覚悟ができてる。その覚悟はあなたのような奴に決して負けたりしないの。信じることや覚悟なんてどうだっていい。ただ賢者の権能を受け継ぐあなたたちは、あの人造人間のエネルギーを吸収した私と大して違わないって思ってる。でもあなたたちの語りは別の角度で確かに私の心を動揺させた。その一瞬の動揺のおかげである方法を思いついたの。あなたたちから学んだ方法なんだ。そして逆に考えると、あなたたちの心に私と同じ動揺が生じるかどうかを見てみたいの。死と直面する、それには十分な覚悟がいる。時にはそれは切実な危機の前じゃないと見られないの。以前セントソルトスノーの怪物を使い、私は記憶の中であなたたちに小さな試練を与えた。そして今あなたたちがなぜ動揺するのかが分かったんだ。私たちの約束のために精霊、動きがどんどん速くなってる。夢の権限でズルしてるってば。セールと一緒に戦って。はい、このまま賢者の記憶の中で戦い続けると、二つの世界は危険な目に遭うかもしれない。長引かせちゃダメ、なんとかしないと。力を受け入れなさい、ゼル。あら、ミステル？私たちをこんなに長く閉じ込めて、やっと夢を解除しなきゃって思い出したわけ。悪かったわね。でも賢者様のためにある疑いを晴らさないといけないの。規定外の異種精魂の存在にはとっくに気づいてたけど、それを捕まえるには多くの準備が必要だったの。このやんちゃな子を捕らえられたのは賢者様のおかげ。あ、もちろん隙を作ってくれたあなたたちのおかげでもあるわ。あなたも彼女たちと同じ考えを持ってるの？お姉ちゃん、私はただ、私たちが生き残れるように願ってるだけ。すまない。だが、もうこれ以上自由にさせることはできない。私たちは、二つの世界を安定させなければならない。そして、君の身勝手な行動は、世界の規則を破壊してしまう。私は、
たのかしら。そんな物騒な言葉は使わないであげて。あの子はしばらく帰るべき場所に戻っただけ。そうでしょ？彼女を聖魂空間に回収したってこと？つまり、あなたたちは今まで彼女の存在と正体をよく知ってた。彼女は一体何者なの？彼女のことは異種聖魂00155号と呼んでるわ。異種聖魂00145号、二人がよく知ってる高等の賢者から生まれたものよ。正確に言うと、私がゼーレたちを漁師の海に引きずり込んだ時に生じた波動で、長い過程の最後の濃度として彼女が生まれたの。自身を犠牲にして世界を維持する高等の賢者が、今まで抑えてきた生を求める本能が剥がれて、そのせいであの子は全てを阻止するようになったの。あくまで私の推測だけど、事実と大して違わないはずよ。異種聖魂から生まれた異種聖魂。シベリア人はみんなマトリョーシカ人形が好きなのかしら。あら、私に対する信頼はまだそこまで悪いものじゃないはずよね。君たちがつけた定義をまだはっきりとは説明できないが、彼女は私と同じ根源を持っていることは明確に感じている。だから彼女はお姉ちゃんって呼んでたんですね。今までのことはさておき、あんな危険な存在だって知りながらも彼女を塔の中で自由に行動させてたの？それについては私もよく知らないわ。まさかこんな重要な時に現れるとは思っていなかったから。でも今考えてみると、これは賢者様のもう一つの保険ってところかしら。何しろ私はあまり信用されてないしね。世界の規則に関わることである限り、君の判断に不純物が含まれていないと確認しなければならなかった。だから彼女にゼーレ・フェレライに対する特別な検証をしてもらったんだ。ただまさか彼女が君たちの肉体と精神を攻撃するとは思わなかった。それじゃあ彼女があの時とその後に私たちに教えたことは全部本当の話なんですか？高等の賢者になると永遠に塔の中に残って終わりのない慰霊をしなければならないって、そして魂に引導を渡すたびに力が少しずつなくなっていって最後には枯れてしまうことも全部本当なんですか？不完全な賢者なら確かにそういう欠陥は存在するわ。見ての通り、今の賢者様がこれほど弱いのは、さっきの戦いによる消耗と力の受け継ぎのせい。でもその他に普段の慰霊も彼女の聖魂の力を大きく持っていくの。何しろ死後の世界を照らす月の岩はもともと聖魂が力を注いでいるものだから。今不完全な賢者ならって言ったよね。じゃあ完全な賢者ならどうなるの？正確に言うと私にもわからないわ。誰も本物の高等の賢者に会ったことがないんだもの。あなたたちは彼女より自由になれるかもしれないし、二つの世界の存続のために高等に閉じ込められるかもしれない。でも積極的に考えると、その違いはおそらく羽化前後の律者と同じようなものでしょうね。そういうことなんだ。わかった。私はただの部外者だけど、今の状況なら私は喜んで高等の賢者の伝承を受け入れるよ。もちろん私自身とゼーレを高等に閉じ込めるつもりなんてないよ。私たちには帰るべき場所があるし、待ってくれてる仲間たちもいる。でも私たちの世界でデュランダルさんがかつて実現してみせたように、きっと私たちも両立、みんなが幸せになる方法を見つけられるって信じてるから。そのために私は高等の賢者になって
その冠と枷を受け入れるよ。そこまで考えてたから、あの001号の話を聞いても、私たちの心は揺れ動かなかった。あなたもそう考えてるよね、ゼレ。あなたが選んだ場所は、私が選んだ場所だもの。戻った時は、お姉様たちに思い切り大口を叩きましょう。そうか。それなら本当に、よかった。この世界を代表して、礼を言うよ。この瞬間から、君たちは、新たな高等の賢者だ。あとは、君たちに、任せたよ。つまり、以前の高等の賢者は力尽きた後に消えたんですか？もう、私もここにいるってことを忘れないで。彼女の力はもうほとんど残ってないけど、彼女を聖魂空間に回収することで、その存在を守ることはできるわ。もちろん、しばらくは外に出て、みんなに挨拶する気力なんてないけどね。賢者様の交代。こんな世界レベルの大事件をこの目で見届けられるとは思わなかったよ。さっき紳士たちが町に戻ってきたんだって。みんなもようやく落ち着いたよ。もし今このことを教えたらきっとまたカオスになるだろうね。ちょっと勝手に言いふらさないでよ、ビタン。いやいや、さすがの僕でも言っていいことと悪いことくらいわかるよ。この前住人たちをなだめた時だって結構役に立ったよね。正確に言うと、あなたが担当した作業は私と紳士以外の分、つまり約 3% ほどしかありませんでしたが。だって僕はただの凡人だから、機械や紳士に負けて当然だよ。なんと言ってもこの混乱の中で役に立ったものとして新たに誕生した賢者さんを一目見てもいいんだよね。彼女にどんな変化があったのかすごく気になるんだよ。確かにこの目でゼーレの姿を確認するまでミステルが話した戦いの後のことは多く見積もっても5割くらいしか信じられないわ。いいでしょう。ではこちらへ。ゼーレさん。彼女は今賢者の力で祈祷を整えて紳士を刺激する練習をしてるの。もう一人のゼーレは彼女の中に戻ったの？いいえ、彼女は砂鉄の国に戻って四季の律者たちと合流したわ。あそこの状況はセントソルトスノーよりもずっと混乱してるでしょうし、でもとても優しくてできる子だから、きっとすぐに問題を解決してくれると思うわ。優しいのかな。スーサナ、どうかした？どうして困った顔をしてるの？いえ、ただミステルさんが今話してたのは本当にもう一人のゼーレさんのことなのかなって。人は見た目によらないものよ。例えばキラも見た目とそれに反した性格のせいで私に様々な誤解を抱いたんじゃないかしら。これは、みんな待って。賢者様、いやゼーレの様子が少しおかしいと思わない？ゼーレ？賢者の力が変。どうしてこんな。世界の滅亡を知らせる警報。え？嘘だよね。
こんなにすぐに、また高等な賢者の力を統合させれば、そんなことはもう起きないんじゃなかったんですか？でも、ゼーレさんの様子を見る限り、その力は私たちを助けようとしてるとは思えません！ミステル、これもあなたの企みなの。これはまた、こんなやり方で無実を証明したくないけど、見ての通り、異常の影響を受けてるのは、ゼーレだけじゃないようね。この世界の核心である規則に近づいた人は、影響を受けるみたい。確かに、私たちは、ある力の反税を受けています。それだけではなく、もしもし、聞こえてる？ゼーレ！四季の律者、何があったんですか？ゼーレは、大丈夫ですか？大丈夫じゃない、けど。まだ耐えられるわ。四季の律者、邪魔しないで。ほら、こんな感じなんだ。何らかの力に抑えられてるけど、意識はまだはっきりしてる。問題があるのは彼女だけじゃなくてね。石博士や、あの鬼火たちの調子も急に悪くなったんだ。賢者の力とやらに問題があるのかもしれないって石博士が言ってたけど、何か心当たりはある？確かに高等の賢者の力に問題が、ううん、力に問題があるというよりその効果がなくなったんです。この力は世界の規則の制限を受けてるみたいで、みんなの足手まといになってしまってます。それって今回は本当に私のミスね。でも確かに今の私たちの状況をうまく説明してる。すごく理にかなってるわ。あの、一体何の話ですか？つまりね、高等の賢者の交代というプランでは、二つの世界が直面してる危機を解決できないの。世界は壊れ続けてる。そして私たちは巻き込まれる運命なのよ。